施策施策施策は、クロアチア中央部の都市。施策モスラビナ軍の行政中心地。クタ川、サバ川、オドラ川の合流地点に位置し、首都ザグレブの南東 57km にある。施策は、通常、標高 99m ほどのポサビナが始まる場所と、みなされている。施策には、クロアチア最大級の川港があり、川船の造船中心地である。施策には、 主要道ザグレブシ作ペトリニャと鉄道のザグレブシ作スニャ線が通る。クパ川とシ作要塞3つの川の合流地点であるという非常に好ましい土地条件からシ作はクロアチア市の重要な都市となりおよそ2500年の歴史を持つ。ローマ帝国時代シ作はシスキアとして知られキリスト教準教者制クイリヌスは拷問を受け ディオクレティアヌス帝の迫害時代に殺害されたとされる。言い伝えでは、ローマ帝国有力者は、聖、クイリアヌスにおもしをくくりつけ、彼を川へ投じた。しかし、彼から、おもしが外れて、迫害から逃れ伝道を続けたという。現在、クイリアヌスは、試作の守護聖人である。16世紀に作られた、旧市街にある三角形の要塞施設は、保存状態が良く、 博物館へ転用された。要塞は、試作の戦いで知られる1593年の、クロアチアとカルニオラの連合軍が、オスマン帝国に勝利を収めたことで有名である。ヨーロッパにおいて、当時腐敗とされていた、オスマン軍が顕著な最初の敗退を喫した出来事で、あった。クロアチア人、バン、エルデーディ・タマーシュはこの戦いにおいて、防衛軍を率い ヨーロッパ中に名を広めた。1593年の試作の戦いを描いた17世紀のエイングレービング・マリー・カプトル宮殿は、バロック様式、ベリキ・カプトルは、古典主義、クパカワにかかるスタリモスト、そして民族学博物館は、頻繁に観光客が訪れる場所である。第二次世界大戦中、試作は、試作児童強制収容所があり、セルビア人、ロマ人、 ユダヤ人が殺された。そのほとんどが子供であった。2001年の調査では、施策は52,236人の人口があった。43,402人が、クロアチア人、3,897人が、セルビア人、795人が、ボシュニャク人、436人が、ロマ人、149人が、アルバニア人、40人が、モンテネグロ人であった。 宗教人口は、カトリック教会が41,204人、3,801人が、正教会信と、2,537人が、ムスリムであった。市の主産業は、農業、金属工学、化学、性格、織物、食品加工、建設資材、石油生成、そして、火力発電である。施策には、クロアチア最大の金属工学工場と、 クロアチア最大の石油精製所がある。施策は豊富な光線に恵まれており、摂氏摂氏42度から摂氏54度の温泉に浸かることができる。夏季には多くのカフェが並ぶクパ川沿いに人気が集まる。ありがとうございます。